こちらは千葉県千葉市中央区弁天串門利元さんです。今回はこちらで焼き鳥をいただきながら店主の広島俊治さんにお話をお伺いしました。それではどうぞ。市原さんが魅力的なので、やっぱり利元さんも相当こう競りの練習とか横の動きとか毎日やってたよね。どんなことやってたんですか？もう競りはもう弟子と毎日、はい、上り坂で、上り坂だったらスピードそんな出ないから、はい、そこでもう競りの練習、内側も外側もやるし、はい、あとはもう車輪ね、どれだけ前の選手の後輪に自分の前輪が近づけられるかとか、あとハウスってね、接触しても転ばない方法とか、もうこうやってこれぐらいでついていくよ。競りはね、難しくないんだよ。外側だったら右手、左手は握っちゃダメなの。内側だった場合は右に当たるから、はい、左手握って右はもう楽にしとく、添えてるだけで、あとはその車輪の感覚の話だから、どれだけその近づけるか、近づけて前の人の車輪があってこう並走すると、要はここにね車輪があって自分がどれだけ近づけるか、そうすると向こうはずっと受けなきゃいけないじゃない。そこの技術のやり合いだから、あとは踏み出し遅れなければ競りって負けないんですよ。ずっと差し込んでれば負けない、遅れなければ負けない、踏み遅れるからそこに入られる。だから猪重さんなんか外競りでさ、はい、あと小林さんなんかもそうだけど、はい、自分から当たりに行かないのよ。外競りで相手が来たところをただ返してるだけで、相手がこうちょっと開けばやっぱ行くけど、相手がちゃんとね受けてくれてる場合は自分から行かない。恩田さんが当たってこい当たってこいって言って、恩田さんね、恩田さんも厳しかったからねそう、あの競りはね、そう自分から仕掛けるもんじゃないんだよね。俺はもう外が好きで、大体外競りってたけど。じゃあちょっと思い出に残ってる競りなどがありましたら。いや思い出に残ってる競りってなんだろうね。いや、いっぱいやってたから、毎日だって毎レース競りって時もあったよ。どこ行っても競り、本当にもう番組がそうしてるみたいな。だから4ヶ月ずっと競りっぱなしの時も、誰とどうだとか。あ、じゃあすいません、動画をご覧の皆様が喜びそうな方の名前とか。誰桑木和夫さんとか。桑木さんと競るわけないじゃん、怖いのにその辺はだってほらね、やっぱり、はい、礼儀あるじゃない、自分のレベルではいけないよ行っちゃいけない人とか行っちゃダメだから。他にどんな方が行っちゃいけない感じですか？行っちゃいけない人、あの頃で行っちゃいけない人って、ほら多分同県だから競りとかはないと思うんですけど、千葉だったら誰が行っちゃいけない人ですか？花島さん、東出さん、馬場さん。花島さんなんか絶対行っちゃダメでしょ。そうですね、なんかいや花島さんのラインを逃がしちゃいけないって感じでしたし、自分が逃げないと思って。そうでしょ、はい、あと佐藤光雄とかさ、あの辺とは競れないよ、自分がそのレベルにならないと。あの冷やかしではいけないよね。ちょっと行ってみようっていう競りもあるから、試しに行って、試しっていうのはもう失礼だからね。あの人ほら茨城のさ、清水さんとかさ、清水隆さん、はい、とかさ、はい、危ない人いたじゃん。いましたね。いけないじゃん。そうですね、展開上競りになったらしょうがないけど、行っちゃいけない人ってあるよやっぱり、そうです、ね、来られちゃったらしょうがないじゃん。来られたらもうぶっ殺すぐらいのね気持ちでやらないと、それ失礼だからやるけど、自分からはいかないよ。花島さんとなんか競れないよ、自分がそのレベルじゃなければやっちゃダメだよ。だから名前を売りたいからね、井上さんに競りに行くとか小林さんに競りに行くっていうのはやめた方がいいよ今のね競輪は分かんないけど、昔は多分そうだと思うよ。お前何しに来たってまず言われるんだから、横並ぶと後ろ行けって。いやけども今日ここでお願いしますって、よし分かったっつって、はい、うわ怖っみたいな。そっから控え室帰ったってさ、ずっと睨まれてんだよ、こうやってお茶飲みながら、うわ見てる見てる怖いみたいなそれってお名前聞いちゃまずいですかね。いやもういっぱいいたよそういう人、当時はそういうもんだったと。そうだね、自分なんかね千葉だから南関東の人たちと競るってあんまりない。だから関東の人とか東北の人とか上越の人たちとか、あとはだからね西の選手とか、西の選手と結構やったのよ。ああ
なんか後腐れがないっていうか、あんまり合わないからやるっていうのは、うん、そうじゃなくてもう来られちゃうっていうの、知らないじゃん相手も、俺も知らないからね、狙われたらもうやるしかないじゃん。で俺は必ず外だから、せられても自分が席に行っても外だけど、せられても俺は外が好きだから。外から行かないと認められないって言いますよね。それもあるけど、外の方が俺はやりやすかったっていうのかな。面白いよ、セリは。そうですね、話聞いてるだけでも面白い。埼玉の小金井さんとかさ、あのお父さんの方じゃないよ、ケンさん、ケンさんの方とかさ、はい、またお前かみたいなさで、レース終わってね、一緒に売店のコーヒー飲んでたりとかねして、またお前だったよとか言って、いや俺だって行きたくないっすよとか言って、ああセッターとそうやってコーヒー飲めるってのはいいですね、うん、それがね、あの毎レース毎レースこうまた小金井さんと一緒だっつって、はい、で展開上俺3番手回ってんのに小金井さんと並走とか、なんかね 3,4 場所続いて、はい、レース終わった後にこうやって売店呼ばれて、はい、また一緒だったねっつって、いやすいませんっつって、はい、だからそれからこうコーヒーを一緒に飲むとか話をするようになっても、レースはしょうがないよねっつって、はい、やっぱバーンってやられちゃうよこっちがもう小金井さんこのままでお願いバーンってダメじゃんみたいな、許してくんないんだみたいなまあそれはレースだからね。あの今ちょっとふと思い出したんですけど、千葉県に衆議院議員を務めた元経理政治の方はいらっしゃらなかったでしたっけ、岡島さん、ああ岡島さんって方、岡島さんね、岡島さん、うん、いや、ご存知なんですね。一回会ったことある。ああの選手時代は知らないけど、はい、その議員さんになって、一回食事会っつって、はい、会ったことある。すごいですね、元選手で衆議院議員。岡島さんもね、元選手の方が政治家になってるって、はい、けど偉い前昔の話だよ。今息子さんがやってんじゃないかな。あ、そうなんですか。父さんも引退してんじゃない。結構いい年だから、ね、そうですよね。結構元選手の方で政治家やってらっしゃる方いらっしゃいますよね。誰、馬淵さんとか。馬淵さん愛知の、あ、政治家になってんの。はい、あと池尻光一さんとか。池尻光一さん、はいはい、知ってます知ってます。あと遠藤隆人選手とか、あの福島88期でもう引退され、もしかしてリゲンさんと被ってないかもしれないですけど、88期、俺90期まではなんとか分かる。そっか、じゃあ俺も政治家でやろうかありがとうございますそしたらあのこちらの動画をご覧の皆様にリゲンさんからメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。どうも皆さんご無沙汰しております。まあ私のこと知ってる人知らない人、川本チャンネルをよろしくお願いしますリゲンさん大変貴重なお話ありがとうございました。